大沼尻駅は、北海道かや郡ぐ森町沢原東4丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、N67。電報略号は塗り。信号場に出自を持つ大沼駅管理の無人駅で、ある。1976年の大島沼尻信号場と、周囲約750メートル範囲。右が、鹿部、大沼方面。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在地近辺の地名に、旧国名の徒党を冠する。沼尻は、アイヌ語の、ヌプシリに由来する。ヌプシリが、ヌパ尻に、さらに、沼尻に点火し、これに、沼尻の字を当て、他に、同名の駅があるために、旧国名を冠したという。その他、近辺の飛館地区付近にある沼の尻部分に、 当たるために沼尻としたという説もあり、由来には諸説ある。相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。ホームは千鳥式に配置され、互いのホームは駅舎側ホーム東側と対向側ホーム西側を結んだ構内踏切で連絡している。駅舎側ホームが上り線、対向側ホームが下り線となっている。 その他上下線ともに安全側線を有し、下り線の盛り方から、校内外側に分岐し、対向側ホーム手前までの点鉄機が外され、レール末端部分には、枕木が上に置かれた第三種車止めが設置されている行き止まりの側線を一線有する。点鉄機の形状は上り線からの片開き分岐である。駅舎は校内の北西側に位置し、 上り線ホーム入り口部分に接している。友人信号場時代からの古い木造駅舎が残っている。一部改築されており、かつては切り妻屋根が交差した L 字型の建物であったが、直行する部分が解体された。またバットレスが設置されている。駅舎内にトイレを有する。ホームは日本どもに大沼型、森型の双方にスロープを有している。 長大な編成の列車同士の行き違いもできる。設備の中に1両分のホームが設置されている。駅の標高は60.5メートルである。駒ヶ岳山陸に位置し、駅周囲に人家は3軒のみで、林と農耕地帯となっている。1945年7月の室蘭艦砲射撃の際には、当時の東信号場周辺も米軍機による機銃装車を受けた。 そのため現在も、時折米軍機が落としたと見られる薬莢が見つかるという。また当時は、駅周辺に集落があり75軒ほどの民家が存在したというが、現在は前日の通り数軒を残すのみとなっている。かつて、NHKBS1 にて放映されたテレビ番組、日本木造駅舎の旅にて紹介されたことがある。また HTB、探検。 秘境駅超マニアックトラベルガイド第1回及び第2回で紹介されている。北海道旅客鉄道函館本泉宿川駅、大島沼尻駅大島沢原駅大島、沼尻信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。